西江大学校は、ソウル特別市朝浦区新水道1から1に本部を置く大韓民国の私立大学である。1960年に設置された。大学の略称は、西江大。西江大学校は、カトリックのイエズス会により設立されたミッション系、大学である。真理に随順たれの理念をもっと落とし、西江家族の子がしばしば用いられるなど、 教職員と学生とが密接な学風がある。他の大学に比べて多くの課題を課すことで知られ、笑い話で西江高等学校とも呼ばれる。特に一年時には必修科目として読書感想文を書かせるなどの特徴がある。講義の出席にも厳しく、講義を4回以上欠席すると自動的に F となるシステムをとっており、同行の独特な制度の一つである。 学部学科のほかに連携専攻というシステムがあり、副専攻として女性学や日本学などを学ぶことができる。在学生は約1万人。文科系に強く社会科学部やコミュニケーション学部新聞学科などが有名。公衆公益市にある西江情報大学は無関係。1956年財団法人韓国イエズス会が設立されたのに、 伴い、大学設置に向けての募金活動が始まる。1960年、西江大学開学。1969年、大学校設置認可により4年制総合大学となった。現在は8学部を用している。ありがとうございます。